はい、トリウム2つアップすると新チェンカレットがかなり抑えられる。そうですか。じゃあ、そのミキシング調整できます。あ、いいの。スロットルオフの時だけ、エレベーターをちょびっと上げるっていうことができます。それがね、効くのかどうかが分かんない。あ、ジャイロでレベル取られちゃうと。なるほど。なんで飛んでからグライドするときにちょんちょんってやれば。このグライダーおかしいですよね。背面してますもんね。はい。あ、そうですよね。すいません。これなんか背面ができるんで楽しいんですよ。あ、やってみましょうか。ちょっと待ってくださいね。風上に向かってもう一回アプローチします。あ、エレベーターがじゃなくてエルロン効かないし、エレベーターも効かないですね。ダメです。ラダー弱いですね。あ、ジャイロを 3D モードにしてます。 3D モードだとループもロールもできるので。ロールちょっと厳しいですね。ナイフエッジはラダーがあんまり効かないので、はい、こう内側にして一生懸命やってもどんどん曲がっていっちゃいますね。残念です。まあ、背面ができるだけで。よし。そうですね、最後のところがこうふわっとは来てくれないですね。意外と重いんですね。ああ、なるほど、重さのおかげで。そうですね、そのラジアンの方だったら飛ばされてっちゃうそうね。帰ってこない。